はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。レオジンと申します。皆さんからいただいたリクエストをやっていく企画、俺、縛ります。今回の縛りはハンドガンを使ってやっていきますが、最近なんかちょっと動画が単発になってきたと思ってませんか？大丈夫です。僕、必死に縛りやってます。もう、必死やからね。そう、皆さんからいただいたリクエストを必死にやっていく。そう、それが俺。はい、ファストマグ ELO サプレッサーです。L カー9に、サプレッサーつけてくださいですけども、なんかサイト系もね、なんかつけてほしいっていう意見もちょっとあったんで、いやもうどうせならも全部つけちゃえということで、全部やりましょうか。武器経験値2倍ですね。今は武器経験値2倍なんですけども、だってもうやることないしなって思うんですよね。ナイファー、ファスマグの方が強いかな。まず裏から、まあ、とりあえず攻めていっていきたいんやけど、あれもう、あれ敵さんもう家の中入っちゃってる感じこれ。あ、入ってますね、これもう。とりあえず家の中、はい、うお、スナイパーが、そんなとこいる。やりに行くしかない、あんな。あんなのやりに行くしかないやろ、あんな。よし、こう。あんなスナイパーはもうやりに行く以外何も物でもない。まだいるよな、多分。まあ、うちサプレッサーなんでね、赤点が出ないっていうのが非常に強みじゃないかなって思うんですよね。それを使ってうまく、弱い弱い、このハンドガンマジで弱い。あ、てかもう倒してくれてる、ありがてえ。 OK、 ないない、ちょっとなんか近くに何かな、トラックがなんか行ってるで。廃品回収か、豆腐屋さんか。なんか困りますよね、こういうなんか選挙カーも、選挙カーもそうなんだけど困るよなマジで。よし、ちょっと一旦逃げよう。きっと大丈夫だと思う。覗いてないと思うんだけど。 OK、 立ち回り大事だからね。あ、相手のナイファーがちょっと若干怖いかな。本当うまいナイファーってマジ立ち回りうまいからね。OK、あ、ちょっと今のバカやったね。よし、 UAV オンライン。こうサプレッサーハンドガンもね、サプレッサー系もね僕結構好きなんですけども、静かになるよね。リッパー危な、多分あれ剣の入ってたね、多分あん中、あの多分射程入ってたよね、あれ。ラジコン、運が悪かったみたいですね。さあ相手がシーリスですね。多分スナイパーが今って、おっと、これは一旦待って、左ちょろん右ちょろん、覗いてきてない、しかいい、もう一人いたね。マジか、今グリッチのタイミング完璧だったろ、今やばいやろ、挟まれた。いやー味方そっち来てくれるかなと思ったんだよな。今味方がそっち行ってくれてるんだったら俺はこっちに行こうっていうのをやりたかったんだけど、どうやら挟み撃ちでダメみたいだったですね。はあ、サプレッサーの動画だとこうと、どうしてもこう静かな、そう静寂な戦場になるよね。うん、なるよね、戦場こう静かな戦場になっちゃうから、そこをねこうあえてこう盛り上げることでね、こうやかましい実況にしていけないんですね。当てるんだね SVG。 あれ SVG って反射ってあるんですかね。あれなんか俺全然反射になった記憶がないんですけども、多分僕の動画で1回2回しかないんじゃない。ほぼ反射ないよな、ほぼワンショットやもんな。あれ強いよね、あの強いね、あのスナイパーライフルね。あと僕めちゃくちゃ神々ですね今回、全然下回ってねえよ。そう、噛まずにセリフを言うこと自体が本当に僕にとってはもう苦労極まれないんでね。部屋の中入ってた、あいつやりたい。マジで、オッケー、自然回復しとったな。追いかけるのも楽しいな、ハンドガンだと。ちゃんとスカベンでね弾を回収して弾を保持しつつね、ちゃんと戦っていきましょうね。これは
え？なるほど。OK。裏湧きそう。ね、裏湧きそうって言ったけどね、距離がね、離れてね、無理だね。うん。この武器の弱いとこやで。てかもうこれ、このハンドガンはあくまでもサブですから、そんなメインで使うような。うわっつ！やるね、アルガス。やる、イケメン。こっち、今いたよな。ね、アルガスやからな。ちゃんと弾を回収していこう。うん。そう、どんなサバイバルゲームでもね、やっぱり弾を回収しながら進むっていうのが基本的な動作だよね。そう、バイハザードだってマガジンを拾いつつ、次の、ん？なんか揺れたよな、今。気のせいか。後ろかな？前だったな。後ろだったな。どうせっちゅうねん、もう。無理やん。やっぱこう、やっぱコンカッションは強い。フラッグジャケットじゃねえ、あれはたくましやったかな、確か。マジで？ちゃんと仕留めようね。うん。さて、サプレッサー、ゆっくりと。結構だけど。すごいね。全然死なないね。全然死なないね。びっくりした、今。ダメだ、これ。全然死なないですよ、これ。マジで。OK。全然死ななかったですね、今。悲しいぐらい死ななかった、今。弾切れた！マジかよ！おーい！弾数をちゃんと見とかないとダメですね、ほんと。ここはもう、逃げよう。悪いことよ。OK。スナイパーに狙われてる。逃げよう。ここはちょっと一旦逃げましょうね。リスイシもちょっとやばいみたいなんで、ちょっと落ち着いてこうやっていきたい。そう、部屋の中に入っていくという大胆さ。もう入ってましたね。もう味方が、ん？敵じゃない、味方やった。オッケー。敵覗いてると思ったんやけどな。来なかったか。やっぱ右側、こっちじゃないの？こっち側はあんま湧かないのかな？湧かないですね。センター絶対いるやろ。いない。怖い。5発。本当に死なねえな、この武器。悲しいぐらい死なないと敵。OK。UAB、いやー、UAB 出そうと思ったらこれだよ。ワンキルワンリロードやね。もうファスマグの方が相性いいんじゃねえと思って、俺今回ファスマグにしたんだけど。いたな、今。ちょっと、これはちょっとあれだな。まあもう仕方ないですね。チーム戦だからね。もう、こう、助け合っていくしかないですけどね。ということでご視聴お疲れ様でした。縛りリクエストに関してはですね、Twitter や動画コメント欄にて募集しております。気軽に声かけてくれたら幸いでございます。ではご視聴お疲れ様でした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。